きびゆげぶ国は、日本古代の五世紀後半の管理、豪族。日本初期巻、第十四によると、国王は、有力天皇の感謝故郷へ帰り、その地の豪族である、きび下道前津屋に引き止められて、何ヶ月も、都へ戻れなかった。有力天皇は、耳毛君上部を使わして、国王を連れ出すことに成功した。国王は前、 津谷の、以下の天皇に対する不敬な行為を報告した。小女と毛を抜いて羽をむしったハゲの小鳥を天皇に、なぞらえ、互いに、大女と、鈴や、金の毛爪をつけた大鳥と戦わせ、前者が勝利すると容赦なく殺しているこの報告を、聞いた天皇は、物の部の兵士三十人を使わして、前、津谷とその一族七十人を殺したという。湯ぶとは、りのであり、 キビユゲブは、下津道氏の支配下にあった弓作り集団が、天皇家により、部として召し出されたものと推察される。その羊は、ユギ連の同族とされ、神、テーナガ子が、タギシミ,ミの命を射殺するために弓を作らせた、旧淵彦の孫、弟ヴァヤイニを直接の祖とする。虚空は、その集団の主張であった可能性がある。キビ城と多佐の行動と合わせてみると、 キビ一族がしばしば朝鮮半島へ派遣され、その際に課せられた軍事面、経済面での負担が犯行の大きな原因となったと考えられる。あるいは、国空のような中小豪族の中には、全艶に代表される岡山市の作山古墳や宗者市の作山古墳のような巨大古墳を建造するキビ大主長からの支配から離脱するため、 大和政権と組んで自律的な政治勢力を得ようとしていたのかもしれない。前通夜はこの動きを察知して、国の動きを阻もうとした可能性もある。前通夜の事件とは、厳社会内部の大主張大中小主張の構造を、大王側が利用して、大主張による反乱の目を未然に摘み取ったものと捉えることもできる。ありがとうございます。